このクソ野郎が。ああ、これが本気で戦った相手にすることかよ。弱えクソしてつまらねえ粘り見せっからだよ、バカ野郎だ。俺はそのバカ野郎が好きだ。お前きったね、こんなやつの唾とか手で受け止めるとかやべえね。お前それトイレのやつじゃねえかよ。そいつの唾より取るのが綺麗でしょ。やめてそういうの、やめて、マジでやめろ。ウニ頭、お前いいぞ。突っ張りには突っ張りの友情があるのだな。てめえの性根叩き直してやるよ。それでは始め。お前も俺の政権を避けずに受け止めろ。あいつ何者なんだ。伊藤って、まさか南高の伊藤かよ。なんか金髪とコンビで転校初日に南高選手だって。金髪ってあいつかよ。金太郎蹴り上げる。岸本がやられてんの初めて見たよ。貴様、高田が突っ張り野郎だよ。人の面に唾吐きやがって、人のことバカヤバーにしやがって。逃げろ岸本、場外逃げろ。野崎さん、審判が選手にアドバイスしたらいかんよ。おい逃げろ逃げろ。どうした岸本、すげえ迫力なんだ。一発二発殴られたぐらいでなんだ。相手を舐めすぎてぶん殴ることしか考えてねえぞ。憲法やれ、憲法の試合を。たかが突っ張りじゃないか。ほら、あいつより強いか。当たり前だ、何年憲法やってんだ。そうか、そりゃそうだな。来い、バカツ頭。本当だぜ、早いだけでただまっすぐついてくるだけの月じゃねえか。